蒸気通用、御両疑者は、中華人民共和国厚生地湾族自治区流州市に、本拠を置く自動車メーカーである。ゼネラルモーターズ上海疑者御両集団の三社による、合弁会社として2002年11月18日に、設立された。社名はしばしば、上海通用、御両疑者、セイク GM と書かれることがあるが、これは誤りである。 中国国内で五両ブランドの商用車及び方春ブランドの乗用車の製造、販売を行っている。一部の車種は南アメリカ、中東、北アフリカにも輸出され、シボレーブランドで販売されている。製造拠点は、龍州市のほか、山東省沈汰市と重慶市に所在する。蒸気通用五両は2009年には、 年間販売台数100万台を突破した最初の中国メーカーとなった。2012年には4年連続となる年間100万台の販売を史上最速で達成した。1958年7月1日、厚生地湾族自治区に流州動力機械省が設立される。これが蒸気通用5両のルーツである。当初はトラクターの製造工場であり、 1966年1月には、流州へシャ劇と改名する。1981年、カスカ型汽車の製造計画が、自治区政府によって承認されると、日本の三菱、L100 をベースとするプロトタイプの製造に着手した。翌1982年、LZ110 系トラック及び、LZ110 系版の試作に成功し、自治区政府は、 トラクター工場からカスカ型汽車工場への転換を決断した。1985年、リ州ーシュー劇賞は、リ州美型汽車賞と改名した。1987年には、LZ110VHK 版、LZ110BK トラックの製造を開始。この頃に、ロゴが、当初の、W から菱形を5つ並べた原稿のものに変更された。 1989年、流州五両記者企業集団講師が設立。1996年2月28日には、流州機械省と合併し、流州五両記者有限責任講師となった。1999年7月13日、流州五両記者古墳有限講師が設立。2001年7月19日、上海記社集団総講師は、 琉出五両疑者古墳有限公使の株式75.9%を買収し、上記五両疑者古墳有限公使を設立する。翌2002年には、GM も合弁に加わり、6月4日に、南年市で上記 GM、五両の三社の間で調印が行われ、11月18日に、上記通用、五両疑者古墳有限公使が設立された。 2005年6月2日、かつて、オースチンマエストロを製造していたおとがい注入、車両製造有限講師を買収し、蒸気通用5両チンターオーブン講師と改名した。2010年7月、新たに低価格の乗用車を扱うブランド、フォーシュンを立ち上げ、乗用車事業に本格参入することを発表した。同年11月22日、その最初の車種となる。 公春630が発表され、翌2011年8月9日から発売開始した。2012年11月28日、蒸気通用五両は、重慶市に第三工場を建設することを発表した。2013年6月18日に寄港し、2014年12月14日から創業を開始した。二千十四年七月十二日、 琉州市内に新たに R&D センター及びプルービンググラウンドを建設することを発表した。2015年2月2日、蒸気通用五両はインドネシアに製造拠点を設けて、五両ブランド車の製造、販売を行う計画を発表した2015年5月8日、琉州五両記者有限責任講師は、厚生技者集団有限講師に、社名変更した。 2015年8月20日、インドネシアの西ジャワ州に建設された工場の創業が開始された。その後、2017年7月に量産モデルの生産が開始された。中国インドネシア2010年7月に設立された低価格の乗用車を扱うブランドである。ありがとうございます。